マレー語でほんまですか？を教えるで。Yo! What's going on, 日本？リクエで。日本語ではね、会話をするときに相槌だったりリアクションだったりね、取ることができるかと思いますけど、そこでね、この相槌でありリアクションでも使える便利な言葉、ほんまですか、または本当ですかっていう単語をマレー語でどうやって言うかを皆さんに教えるで。早速見ていきましょう。 Let's go! リクタウタムテラナガスモアアルトゥチョフィジえ、どうかリクタウタムテラナガスモアアルトゥチョフィジえ、どうか。まずは単語から見ていきましょう。タフっていうのは知っているまたは知るっていう意味を持っていますけど、タっていうのはね、何かを否定するときに使う単語なんですけど、日本語だったら何々しません、何々しないみたいな意味を持っていますが、今回の場合ですね、タフタっていう風にセットで使われると、ねえねえ知ってるっていうニュアンスになります。続いての単語はスモアっていう単語なんですけど、このスモアっていう単語はすべてまたは全部という意味を持っています。アダというのは持っているまたは存在しているという意味を持っています。トゥジョというのは7という意味を持っています。そしてビジという単語やねんけど、このビジという単語はね、直訳すればすぐという意味を持っていますが、トゥジョビジと言いますと7つまたは7個という意味を持っています。そしてあんまり使わない単語やねんけど、ムティアラという単語やねんけど、このムティアラという単語は真珠という意味を持っています。そしてナガという単語やねんけど、このナガという単語はデューという意味を持っています。このムティアラナガというのが一つの単語やねんけど、このムティアラナガというのはね、直訳すれば真珠デューという意味やねんけど、何の意味を持っていないかなと思いまして、実はね、このムティアラナガというのはね、マレー語でドラゴンボールという意味を持っています。せやで、あのチャラヘッチャラのドラゴンボールという意味を持っています。もう一回全部の文章を見ていきましょう。タフタムテアラナガスモアアダトゥジョビジね、知ってる、ドラゴンボール全部7個あるんやでという意味になります。そして今日のトピックであるほんまですかっていう単語やねんけど、これはね、こういうふうに回答しました。ベトルか。まずは単語から見ていきましょう。ベトルっていうのは正しいという意味を持っています。続いてはクっていう単語やねんけど、これの元々の単語はね、カっていう言葉から来ています。このカはね、方言でクっていう風に訳されています。このカっていう言葉やねんけど、これは日本語のなんか質問するときに最後に使われるカと同じです。例えば食べませんかのカと同じです。ということはこのクっていうのはかという意味を持っています。バトルかと言いますと正しいですかっていう風な直訳になりますけど、本当の意味はほんまですか、本当ですかっていう意味になります。まあバトルかっていうのがね、ちょっと長いんだけど、これをもうちょっと短くする言い方もあるので、早速見ていきましょう。 Let's go! リクタウタムテラナガスモアアルトゥチョフィジイヤーかリクタウタムテラナガスモアアルトゥチョフィジイヤーかいやか、いやか、いやっていう単語はねんけど、これもね、方言でいやっていう単語から来ています。まあよくみんないやっていうふうに言うんだけどね、いやっていう言葉はね、はいっていう意味を持っています。いやかと言いますと、はいですかっていう直訳になるんやけど、まあこれもね、意味としてはほんまですか、本当ですか、ほんまにそうなの的な意味になります。これからはちょっとおまけの情報やねんけど、そのイヤークを答えた後にね、そのもともとインフォメーションをインプットする側の人がこういう風に言う人も少なくはないんで、見ていきましょう。リクタウタムテラナガスモアアルトゥチョフィジイヤークイヤラタティップバーンリクタウタムテラナガスモアアルトゥチョフィジイヤークイヤラタティップバーンやーらー、やーらー。さっきと同じようにやーっていうのははいっていう意味を持っていまして、らーっていうのはね、だよ的な意味を持っています。まあ詳しく知りたい方はこちらの動画を見てください。そしてティップっていう単語やねんけど、ティップっていうのは嘘っていう意味を持っています。たティップと言いますと嘘じゃないという意味を持っています。続いての単語はバンっていう単語やねんけど、 BAQ ですね、バン。これはね、これも方言やねんけど、もともとの言葉はね、カバルという言葉から来ています。そうですね、アパカバルのカバルという言葉から来ています。このカバルという言葉はね、何かを伝えるとか何かを言うという意味を持っていまして、このカバルという言葉の
バルっていう部分だけを取って、これをペナンの方言で混ぜ混ぜしてバっていう風に変換されています。このバっていう単語は You っていう意味を持っています。そして最後にハンっていう単語やねんけど、このハンっていう単語はね、これも方言やねんけど、あなたまたはお前という意味を持っています。そしてバン、ハンはね、これをまとめますと日本語で一番近いニュアンスとしては言っとくけど的な意味を持っています。トータルの文章でもう一度見てみますと、やらたティプバハンっていうのが、はい、せいやで言っとくけど嘘ちゃうねん的な意味を持ってるで。いやー、どれしたか皆さん。この相槌とかリアクションっていう言葉はね、会話の中ではまあスパイスみたいなもんなんですよね。この相槌とかリアクションみたいな言葉を使えば使うほどね、ちょっとね、あの会話がもっと楽しくなるかなと私は個人的に思っていますので、ぜひ皆さんもね、機会があれば今日勉強してきた方言でありリアクションの取り方であり、ぜひ会話の中に使ってみてください。ということで今日のレッスンはこの辺しておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。最後にもう一本やで。リッタオタ、ムテラナガサムワ、アルトゥチョフィジ。え、プトガ、ヤラタティプバハン。リッタオタ、ムテラナガサムワ、アルトゥチョフィジ。ヤガ、ヤラタティプバハン。もう一個、どうでもいい話をさせてもらいますけど、このドラゴンボールは実は7個あるんやでっていうフレーズはね、私が中学校ぐらいの頃にはね、流行ってたジョークなんですよ。